もうすぐバレンタインですね。こんにちは、丁寧なお暮らしです。今日はハートを作ってクローバーに仕立てていきたいと思います。ではご覧ください。本物のクローバーにはないですけれども、今日は赤で作っていきたいと思います。じゃあまず土台の方から、落ち輪から作っていきます。11ミリの厚紙をカットしたものを布に貼り付けて、ワイヤーを通して、必要であればまたワイヤーの上から蓋をする形で載せます。ちょっとだけでいいです。指怪我しないようにしてください。上げておきます。では丸つまみでハート作っていきます。2枚で1つのハートが下に、下向き三角、輪を持って時計回りに回して、また右側から全体挟んで下向き三角、さらに右側から挟み回して左手に押し付けると足が開きます。向こうに倒して手前に入れられます。真ん中だけ少しプリントしていただいて、まず上のところ気になるようでしたらカットしておきましょう。で、先に先端だけボンとつけたところだけ押さえるようにしてください。上のところまで押さえてしまうと丸つまみがぺちゃんこになってしまいますので、あまり可愛くないハート型になってしまっても困りますので、下だけ押さえておきましょう。丸つまみが2つ出来上がりました。そしたらここからハートにします。2つくっつけるだけなんですけど、ちょっとくっつける場所を気をつけていただいた方が仕上がりがいいかなと思います。下の方ではなくて、ちょっと上の方、先端にボンドをつけてもらって、今日もお越しいただき誠にありがとうございました。今日の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントも書いていただけるととても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。丁寧な和暮らしでした。